ド激辛ジョニーズ、今日もみんなの尻に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回今日からですね大阪にいるんですけども、はい、ここちょっと見覚えのある場所かと思うんですけども、はい、今日はですねギロチンや南千葉店さんに来ております。ここはですね以前ですね生放送と動画で取り上げたお店なんですけれども、ギロチンチャーハンゴッドというものを生放送で食べきました。チャーハン以外にそのねカレーうどんのゴッドが今回あるので、今回それね、チャレンジしていきたいかなと思います。じゃあ今日も早速激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで中入ってきたんですけども、ゴッドのカレーうどんっていうのはこれね裏メニューで、これメニュー表に書いてないですね。これ完全に裏メニューなんで、誓約書、これねゴッドには誓約書が必要なんで、チャレンジはあくまで自己責任と。今なんとですね店の石神井店で挑戦した新ギネス、なんとあそこのお店のレコード保持者宮内さん、どうも。今日たまたま、はい、すごいねえ、まさか大阪で会うと結構辛いもんマニアなんですね。あ、ぼちぼちです。すごいで、今日もあのこれがはいカレーうどんのゴッドですか。うまそうですけど、すやばそうですね。うまそうです。僕もこれちょっとチャレンジするんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい。普通に美味しいです美味しい美味しいです美味しい普通に美味しいです。バケモンですね。そんなことない。本当ですか。普通に美味しいと思います。すごいですね。ちょっと楽しみです。確かにあの辛いですけど普通に美味しいです。あーなるほど。お、来ました来ました。おー、これがカレーうどんのゴッド。おー、怪しくそびえ立ってるぞこれは。なんだこのちくわが入ってますね。うまそうだな。普通に全然匂い辛そうじゃないですけど、どうなんだろう。いただきます。さあカレーうどんゴッドさんお手並み拝見ですよと。よし楽しみだね。一見全く辛そうに見えない、入ってる具材はこの油揚げ、ちくわ、天かす、ネギと、うどんをしっかりルーと絡めて。ゴッドのこのパウダーがよりルーに凝縮されてるような感じですね。うん、ジョロ系のこの苦味みたいなのがしますね。うん、ちくわも超でかい。いただきます。うん、うん、うわ、おいしい。あ、辛いよね、うん、しっかり辛い。うん、うん、チャーハンと違ってこれね液状なんでね、ルーが熱いとやっぱ結構辛みを感じますね。ちょっと手強いですね。うん、とりあえず麺だけ降りました。麺だけ。ちなみにこのカレーうどんのゴッドって完食者どれぐらいいるんですか。あ、2人なんですか。わお。残すところはスープのみ。ついにここまでたどり着いたぞ。うん、じゃあ最後このスープを飲み干して、この激辛バトルに切りをつけたいと思います。よーし。あー辛いね、辛い。
食しました。ごちそうさまでした。いやー、ありがとうございます。うん、はい、はい、やりました。それでは辛さレベルの発表していきましょう。辛いもんやギロチン屋さんのカレーうどんゴッド辛さレベル、じゃーん、じゃーん、辛さレベル 8.5 です。おめでとうございます。麺はまあ何とか食べれると思うんですけども、スープはね、熱い上に辛いんで、結構手こずりましたけども、これでバンドが2つ揃ったということで、次はね、カレーライスの方をチャレンジしたいかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますので、フォローお願いします。ギロチン。